6号艇常住蓮選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、自身初優出となりました。おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちはいかがでしょうか。やっと優出できてほっとしてます。準優勝戦では混戦を制し、素晴らしいレースでしたね。そうですね、準優なんかずっと乗り心地が課題だったんですけど、準優勝戦乗りやすかったんでよかったです。足についてはどのような仕上がりでしょうか。はい、足はもう、まあ、出ることもないですけど下がることもないし問題ないと思ってます。現状はバランス取れている。そうですね、はい、バランス取れています。はい、わかりました。さあ、明日優勝戦向けての調整、何かこう考えていることありますか。あの 気象によってちょっと乗り心地にあの違和感があったりするので、そこをしっかり合わせたいなと思ってます。はい、明日は6号艇でのレースとなりますが、はい、まあ、コース含めてレースイメージはいかがでしょうか。まあ、いつも通りも最後まであの諦めずに前の選手を追うようなレースをしたいです。そしてスタートについてです。ここまで見え方は改めていかがでしょう。まあ、ちょっとダッシュ難しいんですけど、明日はまあ10から一定身ぐらいは行きたいなと思ってます。それでは最後にファンの方へ向けてメッセージをお願いいたします。はい、明日も一生懸命走るので応援お願いします。